実際にある家を参考にしてみましょう。まずは自分の家を作ってみるといいですよ。勝つには背後を取りつつ攻撃することだ。相撲の発想飛びのような変化を作ることも大事だ。みんなも実践してみよう。作る時のコツはギミックを何個作ることから計画することです。コマンドは英語を使ってますが難しくはありません。英語がわからないからできませんと言い訳したらダメ。中学生から高校生から大人になって覚えるんですか？じゃあいつやるの？今でしょう。今日のテーマはこちら。バージョン 1.16.100 の新コマンド、ストラクチャーコマンドについてです。どうも、ドライトです。統合版マイクラのベータ版では今現在バージョン 1.16.100 のバージョンで、そろそろ正式リリース間近と噂されております。ということで今回はバージョン 1.16.100 に登場するストラクチャーコマンドについて紹介いたします。ストラクチャーコマンドとは、簡単に説明するとストラクチャーブロックの機能をコマンドで使うことができます。建築物の保存やロードをストラクチャーブロックを使わずにコマンドのみでできてしまう、かなり有能なコマンドです。ミニゲームの時にロードがコマンドに組み込めるので、スカイウォーズで元に戻す時にとても役に立つかと思います。続いてストラクチャーコマンドの構文です。ストラクチャーコマンドにはセーブとロードの2種類あります。まずセーブの構文から説明すると、ストラクチャー、セーブでストラクチャー名を入れます。こちらは日本語でも OK です。ストラクチャーブロックを開いた時のここの部分のことです。そして範囲設定をします。まず支点である XYZ を入力し、次に終点 XYZ を入れます。次にエンティティを含めるかどうかです。 True だとエンティティも含め、 False だとエンティティは除外します。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。次に保存場所の指定でディスクとメモリーがあります。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。そして最後はブロックの保存です。エンティティのみの保存の場合はこれをフォルスにすれば OK です。大体が建物の保存なので True が一般的です。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。以上がセーブの構文です。続いてロードです。保存したストラクチャーを指定した場所にロードすることができます。構文はストラクチャー、ロード、ストラクチャー名で支点 XYZ です。ロードするときは一番低い数値を支点にしましょう。次に回転する角度です。クローンコマンドとは違い、すべて同じ方向ではなく、いろんな方向へとこのように変えたりすることができます。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。次に反転です。 X 軸反転、Z 軸反転、XZ 軸反転があり、左右対称の建物を作るときに半分だけ作って、残り半分はストラクチャーで反転してコピーっていう方法ができますね。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。そしてここでバージョン 1.16.100.60 の新機能ですが、ストラクチャーでロードするときにアニメーションが追加しました。こちらはストラクチャーを生成するときのアニメーションを指定することができます。生成方法はブロック単位で生成するブロックバイブロックと、レイヤー単位で生成するレイヤーバイレイヤーがあります。次が完成するまでの生成する時間で、こちらは秒数です。大きい建築物なら長く時間を取るといいかもしれません。それでは実際に生成してみましょう。最初はブロックバイブロックで生成してみます。このように下から上へブロック一つずつ生成して、15秒かけて建物を作っていきます。このように作っていくアニメーションがあり、見るだけでも面白いですね。続いてレイヤーバイレイヤーで生成してみます。15秒かけて生成していきます。こちらも下から上へブロックを生成しますが、1行ずつ生成していく感じです。先ほどとは違ったアニメーションですね。
ここで気をつけないといけないのは、ランタンなどがあるとアイテム化してしまうので、ランタンがある部屋は一気に生成した方がいいです。ここのアニメーションは省略ができ、このようにランタンも設置できます。次にエンティティを含めるかどうかです。保存した時にその建物内にエンティティがいた場合、そのエンティティも一緒に出現させるかどうかです。 true は出現して false は出現しません。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。次にブロックを含めるかどうかです。エンティティのみ出現させたい場合は false にしますが、基本建物をロードするのでここは true が一般的です。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。次に完全性です。これは保存している建物をどこまでコピーするかを決めることができます。最大値は100で、保存している建物を 100% そのままコピーすることができます。これを0にすると何も出なくなり、50にすると半分だけコピーされ、ところどころ抜けているところがあります。このように廃れた感が出て廃墟が出来上がっていいかと思います。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。最後にシード値です。これは完全性に関係があり、シード値を変えることで廃れ方が変わります。同じ完全性の50ですが、ここのシード値を変えることでこのようにところどころ抜けている箇所が違ってきます。廃れ方を変えるときはこのようにシード値を変えてみましょう。ストラクチャーブロックのここの部分を指します。バージョン 1.16.100.60 のベータ版でストラクチャーコマンドに新たにアニメーションが追加しました。ブロック単位で設置していくブロックバイブロックや、行単位、レイヤー単位で生成していくレイヤーバイレイヤーで設置していくところが見れて面白いですね。空中には置けないランタンなどが途中アイテム化してしまうなど不具合がありましたが、ここは修正されるのでしょうか。もしかしたらこのまま仕様になってしまうのでしょうか。ストラクチャーコマンドで一番の売りはこのアニメーションでしょう。正式に登場するのが楽しみですね。以上、ストラクチャーコマンドについて紹介しました。新たにアニメーションが追加してロード中って感じで生成されると面白いですね。ストラクチャーブロックを使わずに保存やロードができ、かなり楽になったかと思います。こちらのコマンドはまだベータ版ですので、仕様が変わる可能性があります。そしてスイッチ、旧 PE の iOS、Android、旧 Win 10版の PC、Xbox One、PS4 にも来る予定のコマンドです。楽しみですね。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。